また、はい、NHK をぶっ壊すということで、元国会議員 YouTuber 立花隆でございます。今日は令和6年2024年1月25日、夜の8時28分です。さあ、いつものね、あのバイトしている銀座バーアズラエルからお客さんが今日は今4人来ていただいてるんですが、さあ何の話をしようかと思ったら、まず一つは今大津彩香が相変わらず暴れててですね、なんか僕の家の鍵を勝手に開けて入ってくるとかツイッターで書いてるようなんですけど、あのそんなことしたらもう住居侵入罪なんで即私人逮捕しますけどね、はい、まあ、あの管理会社の人と一緒に来たとしても、あの実態がね、ちゃんと僕がそこ住んでる以上はですね、あの仮に鍵を開けて何かしたとしても、それはしたとしてもそれはもう思いっきり犯罪なんで、これ大事な言葉で覚えててほしいんですが、所有権と占有権、所有権というのはその物件を持ってる人のことですね。で、占有権というのはそこをまあ管理できる、まあ独裁できる人っていうことなんですね。だからこのお店なんかもめちゃくちゃ分かりやすいんですけど、このお店は所有権はビルのオーナーが持ってるわけですね。でもビルのオーナーからちゃんと借りてるわけですから、ここの占有権は、うん、まあ、いわゆるここのお店のオーナーさんとか店長にあるので、うん、勝手に、まあ、このビルのオーナーさんが勝手に入ってきてですね、するとその時点でいくらオーナーさんでもダメです。それは捕まってしまいます、うん、これね、結構ね、俺のもんやからみたいなことでよく言う人いるんですけど、例えばだからよく僕例えるのは、のび太くんが所有権があるプラモデルをジャイアンが、のび太くんを殴ってですね持っていくと、強盗ですよね、ある意味ね。所有権はのび太くんで、そのプラモデルはジャイアンの方に、これいくら強盗でも占有権はジャイアンに移るんですよ。でジャイアンのうちにのび太くんが勝手に入って、このプラモデル俺のやつやからっつって取り返しても、これもダメなんですね。これもちゃんと一旦それはいくら強盗であっても奪い取られたとしても、ちゃんと裁判をするなりしてこれを取り返さないといけないっていう、だから占有権と所有権っていうのがすごく実は大事なものがありますと。だから大津がいくらその入ってくるとかって言っても、そんなことしたらあのとにかく犯罪になるので、まあ言ってるだけだと思います。で、まあ来週、再来週か、まあ裁判がね、裁判っていうかその破産の申し立てをしているので、まあこれもう大津はもう回避のしようがないと思います。例えば5億円のねお金を党に貸すことはできるんですけど、党に寄付するっていうのはできないんですよ。年間2000万円が限界なんで、1人2000万円が限界なん でじゃあ5億円新たにじゃあ貸しましたと、じゃあそれはその5億円で他の債権者が救済できるじゃないかと思うかもしれないですが、確かに弁済をしてくれっていう人は全部支払いできるかもしれないんですが、結局10億のお金が15億の借金になるんで、結局はそれは債務超過なので、実は5億円の借り入れがあったとしても破産というのは免れないということになります。だから大津はどういう説明するのかちょっと、で、まあ、もちろん破産管財人がついてですね、まあ、斉藤君なりが運営をすれば、ちゃんと国会議員は来年から戻って、ね、所属をして、政党助成金が来年からまたもらえるとなれば、少なくとも5億円はまた党に入ってくるわけだから、おそらく破産管財人は大津彩香に対して、あなたがいても債権者が困るだけだからっていう説得はすると思います。で、あとは裁判の代表権裁判の要は最終的に大津なのか斉藤君なのかっていうのは判決が早ければ2月、遅くても3月中に出るので、まあ、それも参考になっていくんじゃないかな。で、あまり大津がわがまま言ってると、まあ、財産破棄罪とか、まあ、いわゆるそのわざとね、故意に政党のお金を破棄するっていうか無駄に使ってしまうと、それは大津彩香個人が損害賠償をしなきゃいけないということも出てきます。で、あとはね、まあ、NHK 問題については今 NHK からもめちゃめちゃちょっと嫌がらせをされていて、 NHK の受信料を請求書受取代行サービスっていうのも今司法書士事務所で受け付けずに委任してくれた各個人契約者の方に今 NHK が送っていってるんですけど、まあ、これも、弁護士事務所、村岡総合法律事務所、弁護士事務所のに切り替えてもう一回戻していきますけども、ちょっと毎月 NHK にとにかく行こうと思ってます、弁護士さんと一緒に。で、これまで司法書士さんはその辺はまあまりね
女の子でも女性でもあるんで、そういう NHK にちょっと攻撃的な訪問とかも、できなかったんですけども、そういう形でですね、やっていって、ここもちゃんとサービスしていきます。で、NHK 問題はこれまで通り NHK から国民を守る党という政治団体があって、そこの代表者は僕がやってますから、当社やってますから、これまで通りやります。ただ国政政党の方がもし、大津が手放さなくてもこっちでやり続けます。で、裁判勝てばこの2つの政党をですね、政党と政治団体、まあ、国政政党と政治団体をひっつけて運営していきますので、そうすればこちらの借金も僕の方でまた引き受けるということになります。でこれがダメでもこっちの方で任意で引き受けていきますので、でもう誰とははっきり言えないんですけど、お金貸してくれる人はめちゃくちゃいます。で僕ここのお店やってよく分かったのは、世の中100億円以上お金持ってる人って僕にお金を貸してるとか何か援助してることがバレたらまずいんですよ。バレたらまずい、要はそのお仕事って別に立花だけじゃなくて特定の政治家を応援するとやっぱり嫌われるじゃないですか、ね、例えば皆さんの中で公明党のポスター貼ってる中華料理には行きたくないとか、自民党のポスター貼ってる中華料理に行きたくないと一緒で、政治って揉めるから政治家にお金を貸してるとかっていうのがすごく嫌だ。でそこで思いつきました、立花個人が借ります、僕が個人から立花が借りて立花が党に貸し付けるっていう方法であれば、誰からお金を借りてるのかっていうのが表に出ないっていうことが分かりましたので、どうぞ、あいつもすいません、ちょっと撮影中なんですけど、この後ろは大丈夫です、撮っていてください、今日は早いですねありがとうございます。とにかくね、そういう方法で今立花個人から個人でお金を借りて、それを政治団体に貸し付ける、あるいは政党に貸し付けるという方法でいろんなお金持ちの方と話をさせていただいてます。で聞くと、お金持ってる人ってもちろん国会議員の議席が欲しいっていう人もいるんですけど、自分でやるっていう人は別にどっかで表に出るんですけど、自分の部下、自分がやこいつを国会議員にしてほしいっていう人もいらっしゃるんですね。で一方でただ立花を応援したいっていうだけの方もいらっしゃるということなので、まあいずれにしてもですね、NHK の被害者を守りするっていう活動はコールセンターがこれまで通り運営しているのも分かる通りですし、当然請求書受取代行サービスもやってます。で裁判になったとしてもこちらの方で全額お支払いしますので、これは安心して受信料の不払いをしていただきたいということで、国政政党のこっちの大津彩香の政党の問題とは一切関係なくやっていきます。だからね、これ本当僕もね、ここをバイトしてるんですけど、このアルバイトがね、すごいいろんなお金持ちの人を呼んでいて、だからある意味ネットのあのアンチの人たちって聞いてるのは聞いてるかもしれない。アンチの人は数は少ないけど口数が多いから、なんかそこに答えようとするんですけど、現にここに来てくるとアンチの人が来るわけもなく、すごい表では応援できない人とお会いできるっていうのがすごく大きくてね。だからそういう意味では本当に信用っていうのがお金に変わるっていうのが、お金で信用は買えないけど、信用があればお金がいくらでも入ってくるっていうのを実感してます。だからそこはね、全然僕自身は心配してませんので、やっぱり国を変えるってそんな5億10億っていう世界じゃないんで、そのレベルじゃないので、でもそのレベルじゃない人が応援してくれてるので、ぜひね、私を応援していただいている方は安心してついてきてください。なるほど。国会議員も2人いますので。はい、何かありますか？はい、いいですよ。ここ1年で多分、はい、1年で今年始まったまだ1ヶ月ですけども、はい、多分ここ1年でいろんな物事が変わってくると思うんですけども、はい、立花さん的には何がこう大きく変わる？ああ、そうですね。僕ね、時代に合わせていこうと思ってるんで、まず今年の一番大きなのは東京都知事選挙ですよね。ああ、都知事選挙。まず7月に東京都知事選挙があるんで、はいはい、まあここで NHK 問題をがっつりと NHK のスタジオでまた、少なくとも10人、できれば30人、うん。なるほど。NHK にお金を払わない人を応援するなるほど。で、衆議院選挙がまずいつ行われるかわからないんですけど、はいはい、まあ衆議院選挙でそこでドーンと、はい。あ、どうぞ、人数大丈夫かな。あ、ですね、ちょっと待ってください。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、人数が入れるかどうか、あ、カウンター座っていただいて、はい、ごめんなさいね、すみません、ちょっと撮影しながらで、ね、顔は映らないんで、すいません、いらっしゃいませ、ありがとうございます、いらっしゃいませ、どうもどうも、
今ちょっと撮影中なんですけど、声だけは、はい、ごめんなさい。まあ、本当にありがたいことにね、こうやって本当お客さんもたくさん来ていただいて、でも1年で変わってきますよね、そういう1年ですごいスピードです。だから本当にジャニーズ事務所が去年、まあ、例えばガーシーが出てきてたった5ヶ月で国会議員になって、はい、変わりますもんね、はい、それでね、もう1年も経たずにちょっと1年弱でガーシーも、まあ、はい、うん、まあ逮捕されちゃってとか、すごいスピードで変わっていくと思いますので、はい、まあ、ちょっとジャニーズ問題もそうだし、今の吉本も多分今年の末にはもう吉本の人が仕事できないようになってると思います。やってると思います、はいはい、それぐらい世の中のスピード速いっていうことです、ね、はい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 、ということで、たくさんお客さんいただきお越しいただいたので、これでちょっと一旦切ります、はい、ということで、ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。 NHK をぶっ壊す。はい、ありがとうございます。